こんにちは、中本まなみです。はい、今回は私のスキンケア用品大公開、イエーイということで、実はね、スキンケアがめちゃめちゃね、私持ってて、まあ、その日のコンディションとか冬と夏とかで変えたりとか、最近すっごくこだわってるので、そちらを紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、それでは紹介していきたいと思います。クレンジングも最近気に入ってるものがあるので、そちらを紹介していきたいと思います。クレンジングはですね、じゃじゃん、サンシビオ H2OD っていうものなんですけど、これコットンで拭き取るだけでダブル洗顔みたいな感じで、一応洗顔いらないよっていうクレンジングなんですけど、水っぽい感じのもので、これね、もうとにかくとっても使いやすくて、そして刺激も少ないものなので、私結構敏感肌、アトピー肌なんですけど、とっても使いやすくて大絶賛しておいて、もう次コストコに行ったらもうまたこれを買いたいっていうぐらいとってもいいです。はい、もうこれ紹介したかったので一番に紹介しました。こちらもクレンジングになっております。じゃじゃん、こちらディオールのものなんですけど、私ね、オイルが一番好きで、なんか前使ってたのもオイルで、それがなくなってちょっと新しいものに挑戦してみようと思って、このディオールのものにしてみたんですけど、これもね、すっごい綺麗に落ちやすくて、とっても使いやすくて、そしてオイルならではのね、あのつるんと落ちる具合が私は大好きだったので、こちらも愛用品となっております。そしてですね、お次何いこうかな。じゃじゃん、こちらプレステージルオマージュっていう洗顔料なんですけど、こちらもディオールなんですけど、私本当にアトピーで、乾燥肌だったり敏感肌もあって、本当に肌がボロボロになってしまったら、もう仕事に大影響が出ちゃうんですよね。もうそれをさせないためにスキンケアにはお金を相当つぎ込んでます。その中でもこれはとっても良くて、これを自分で買ったものなんですけど、もうこれをやるだけで肌がツルツルになるのと、毛穴とかそういうアラみたいなのがすごいなくなるので、週に1回からのペースぐらいでやってます。すごいくすみが消えるので、これもとってもおすすめです。まあじゃあ化粧水からババッと出そうかな。はい、じゃじゃん、おなじみのアベンヌウォーター化粧水、こちらシューッと触れるタイプです。これはね、もうずっと言ってるんですけど、お風呂があってすぐ顔とか体にシャーって振りかけるのがとてもいいんですけど、じゃじゃん、無印の導入化粧水になってます。アベンヌ振った後すぐに顔にこちらを振るんですけども、この導入化粧水は顔だけなんですけど、これをもうとにかく乾燥する前にシャシャッってやって、手軽さがやっぱ一番かなと思うので、スキンケアってね、すごい工程がたくさんあって大変なんですけど、ちょっとでもより楽にするためにこういうものを使うのもありなんじゃないかなと思っております。はい、こんな感じです。で、ミスト系からいこうかな。まずじゃじゃん、スキンスクールのインライトトナーですね。こちらもスプレータイプなんですけど、スキンスクールっていう化粧品になってます。で、これのすごいいいところは、肌荒れしてる時にも使いやすいっていう感じです。私的に結構肌荒れしてるとシミたりするんですけど、その影響がちょっと少なくて、肌荒れしてたりとかニキビがプチってできた時とかでも結構使いやすい化粧水だなっていう感じです。そしてですね、こちらもうなくなるんですけど、これも良かったので紹介します。ルナソルのフィックス&セットエアリーミスト、これね、めっちゃ良くて、化粧前に私は毎回使ってました。ただもうないので、これも良かったなって思います。で、最近化粧前に使ってるのはこちらです。 MAC のプレッププライムフィックスっていうものなんですけど、これもさっぱりまでいかないけど、ベタつくまでもいかないけど、ちゃんとしっとり保湿してくれるっていうもので、なんかね、これはベタベタまではいかないんだけど、ちょっとペタッとするぐらいの化粧水になってます。なんでメイクする前の乾燥するなって時とかに振りかけてます。これね、ファンの子からのいただき物です。実はありがとうございます。はい、そしてですね、化粧水に行きたいと思います。もうこれほぼないんですけど、ディオールの化粧水ですね。トータルローションって言って、これ1個前のパッケージものになってます。これね、コットンに含ませて結構使ってるんですけど、ちょっと私は肌が荒れてる時はちょっと染みたので、肌が荒れてない時に結構使ってるものです。ただこれのすごいいいところが、毛穴とかそういうくすみとかがすごいなくなります。だから肌の調子の時はもうガンガン使ってるんですけど、調子の悪い時はあんまちょっとお休みしてるものですね。でも赤みとかもすごい引いてくれるような感じがするし、私の中では万能型のイメージの化粧水になってます。
で、こちらももうなくなりそうなんですけど、じゃじゃん、ドクター G の化粧水になってます。これね、案件で紹介した時に使ったものなんですけど、それ以来とっても使いやすくて、そしてちゃんとね、効果を発揮したというか、鎮静タイプだなっていうのをすごい実感して、そこがね、いいなと思って、それ以来結構使ってます。これも同じくなんですけど、こういう鎮静系は使いやすいし、その赤みがある時でも意外と使えるものになってます。とっても使いやすかったものたちになっておりますね。はい、じゃじゃん。あ、こっちはね、カプチュールトータルって言って、これが前のデザインなんですけど、こっちが今のデザインで、これの大きいバージョンがあります。これもすっごい良くて、本当にこれのちょっと進化版らしいんですけど、これと同じぐらいとってもいいです。くすみとか本当万能型みたいな感じです。こっちも実は私持ってて、同じディオールのエッセンスローションなんですけど、こっちは薬用化粧水って言ってスノーライトの方なんですけど、こちら美白とか肌を白くするのに特化した化粧水になってます。ちっちゃいプツプツみたいなのがあって、これが肌の上で溶け出して、これがより美白に浸透するためのカプセルみたいな感じになってて、まあこれからの時期すごいさ、紫外線とかで肌が焼きやすくなったり、シミができやすくなっていく時期なんですけど、それを防いでくれたりとか、それを補ってくれる化粧水みたいな感じで、これも結構愛用してます。そしたらですね、美容液いきたいと思います。じゃじゃん、スキンスクールのプロテクトセラム美容液ですね。これの使って良かったところが、使った次の日にすごい分かったことで、肌がツルツルになるんですよね。なんでツルツルになるのかちょっと詳しく分かんなかったんですけど、私が使った感じは次の日に肌のアラがない感じになったというか、私結構ボコボコしちゃうのがよくあるんですよね。そのアラっていうのがすごいなくて、ツルンとした仕上がりになったのが、ニキビがある子とかでもスキンスクールはすごい使いやすいものなので、こうニキビがある子はおすすめの商品になっております。はい、続いてはですね、こちら冬と夏で使い分けるものになっております。じゃじゃん、カプチュールユースインテス R オイルってやつなんですけど、こちらはね、オイルが入った美容液になってます。私ね、本当に冬もう乾燥がすごすぎてクリームだけじゃダメだったの。もうクリーム塗ってももう全然保湿されなくて、朝起きたらもう乾燥してるなんてことがもうしょっちゅうあったんだけど、もうこれ入れるだけでもうなんでもっと早く死ななかったんだってぐらい、朝までちゃんと乾燥しなかったんですよね。オイルが入ってるものだから、私の肌にすごい合ったんだろうなと思って、早く知りたかったっていうぐらい良かったオイルでした。で、逆にこっちのスノーアルテッドエッセンスオブライトっていうこの薬用美容液なんですけど、こっちは美白に特化した美容液になってるので、まあこれから夏に向けて紫外線をとっても浴びてしまうので、それのね、対策としてこっちの美白系の美容液を買ってみました。すごい店員さんからもおすすめですっていう感じで紹介してもらったので、これをしっかりと使ってこちらの効果もまた言いたいと思います。でですね、じゃじゃん、ドクター G のクリームとアベンヌのミルキージェルですね。これね、ドクター G の方は本当に鎮静にめちゃめちゃ向いてます。肌荒れしてたりとか、肌の赤みが強い時とかに結構使ってました。特にめちゃめちゃ毛穴が消えるとかっていう商品ではないんですけど、本当に敏感肌の子とかにおすすめしたい商品です。で、こちらじゃじゃん、アベンヌミルキージェル、これもね、大好きな商品で、もうほんまに3個目か4個目なんじゃないかってぐらい超好きな商品なんですよ。で、これの何がいいかって、本当に滑らかで塗り心地もいいし、塗っててこう朝起きた時の保湿感とかもいいし、本当こったりまでいかないのに、しっかり肌に水分がいってるみたいな感じかな。私が使ってる感じ、これは夏でも冬でももう両方本当にいけるっていうぐらい、本当に使い勝手がいいみたいな感じです。はい、次特化型いきたいと思います。こちらはね、一回出てきたと思うんですけど、お花の小花に特化したものになってます。これをコットンに含ませて鼻にしっかりとこう付着させて10分から15分ぐらい置くものなんですけど、これ名前が全然読めないので、これちょっと皆さんスクショして探してください。9点で私は見つけました。本当に小鼻とかその黒ずみに効くので、あ、黒ずみ気になるなって時にこれをやると本当に綺麗になります。で、こちらじゃん、こちらはカプチュートルタルセルアイセラムですね。これ目元美容液なんですけど、目をひっかいてしまって目周りが結構傷まみれになったり赤みが出たりとかシワになりやすい傾向が多分将来
来あるんですよ、絶対に。これは美容液なので、そういうシワだったりハリだったりとかをしっかりね、ケアしてくれるみたいな商品で、この先にスパチュラみたいなこうくるくるするものがついてるので、軽くマッサージしてあげながらとかで使ってる商品になります。はい、こんな感じで一応つける系のスキンケアはだいたい喋っております。今ないもので、レギュラーメンバーとかもいるんですけど、またそれはおいおい話したいと思います。で、最後に一つ、最近パックですごいおすすめなものがあったので、こちら紹介したいと思います。じゃじゃん、キス肌のフェイスマスクですね。これね、めちゃめちゃ良かったの。これアスカキララさんモデルの多分やつだと思うんですけど、これね、保湿もだし肌質もだし、もう全てにおいて多分満点なんじゃないかと思うぐらい良くて、私最近パックあんまりやってなかったんですよね。でもこのパックだけはちゃんとやろうって思ったぐらい良かったパックでした。なので、こう一押しなので、良ければ皆さんゲットしてみてください。ちょっといいお値段するんですけど、それなりの効果はあります。はい、こんな感じで、もう私は本当に自分に悩みがあるからこそ、スキンケアについてはかなり自分でも調べてるし、人にも聞くし、相当やってる自信はあります。一人でも多くの子にこの気持ちが伝わればなと思います。こんだけいい商品はたくさんあるので、自分に合った商品がぜひ見つかると嬉しいです。はい、ということで、なんかもしこういうの商品が気になるよとか、これ使ってみてほしいとかっていうのがあれば言ってください。使ってみます。こんな感じでね、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしてます。バイバーイ。